競馬の競争。競馬の競争では主に日本における競馬の競争について説明するが、的に日本以外の競馬のことについても補足的に説明する。公営競技における競争。レースとは一回の競い合いまたはそれらを複数回まとめたものを意味するが、競馬においては前者の一回の競い合いの意味のみで用いられる。これは競馬においては、 同一開催内で複数回出走することは稀で、あるため、一つの開催を一つの大会と捉える概念が存在しないためである。中央競馬の開催に関しては、競馬法第3条及び競馬法施行規則第2条、地方競馬の開催に関しては、競馬法第20条及び競馬法施行規則第29条により開催を単位として行うことが、 記述されており、中央場は1開催12日間まで、地方競馬は1開催6日間まで施行することができる。1回東京競馬などの開催の中において、土曜日、日曜日などのまとまって開催されるものを節と呼ぶ、週刊ワールが正式に定義された用語ではない。開催についての詳細は、競馬の開催を参照すること、競争は事前に発表されている。 競馬番組に沿って行われる。競争に出走する競争馬はあらかじめ出馬投票を行って競争への出走が認められなければならない。以下では競争の前後についての流れを順を追って説明する。調教師は旧車から競争が行われる競馬場まで競争馬を輸送しなければならない。国内の輸送にはバス型の馬筆車が使われる。 外国へ競争馬を輸送する場合には、貨物コンテナが使われる。ただし、検疫などの関係で大掛かりな輸送となる。中央競馬の場合、旧車は、基本的に、三保、立東の寮、トレーニングセンターにあるため、競馬場とトレーニングセンターの間が距離が離れている場合がある。近くの競馬場、三保、中山、東京、あるいは大井など、南関東公営競馬場や、 立東京都、阪神、園田、姫路、場合によっては、中京に出走する場合には競争当日、午前3時頃に出発に輸送するが、遠くの競馬場、関東関西、北海道、福島、新潟、小倉、三保中京に出走する場合には競争前日や、それよりも前に輸送する。例えば、本州と北海道の間は船、フェリー、便であり、 移動に時間がかかるため、事前に輸送しておき競馬場の馬房に事前に滞在することが多い。かつては、出走1週間から10日くらい前に馬を輸送して、現地に滞在して、調教を行い、目的のレースに出走する形態が多く行われて、いたが1980年代以降高速道路網の整備で輸送時間が短縮されたことら北海道を除いて、トセンで最終追い切りを行った後、 前日や前々日に馬を輸送し、出走の翌日にトレセンへ戻ることが多くなっている。2002年に函館競馬場にウッドチップコースが完成した。毎朝の調教にウッドチップコースが使えるということで、札幌競馬場に出走する馬が函館競馬場に滞在していることも多い。地方競馬の場合、競馬場に併設して旧車が置かれている。 競馬場と競馬場とは別の場所にトレーニングセンターが設けられている競馬場がある。競馬場に到着した競走馬は競馬場の馬房にて指定された時間まで待機する。機種は外部との接触を防ぐため、中央競馬の場合は騎場前日21時までに競馬場、トレーニングセンターに併設されている調整ルームに入らなければならない。 前日に他の競馬場で騎乗していたなど、指定された時間までに調整ルームに入ることができない場合には、電話などでの届け出が必要である。正当な理由ややもう得ない理由がなく、指定された時間までに調整ルームに入ることができなかった機種には、採決委員より開国、場合によっては騎乗停止などの制裁が課される。なお、騎乗予定のない場合は、競馬場。 トレーニングセンターの調整ルームには入る必要はないが、トレーニングセンターの場合は、旧社の仕事や調教などの用事のない限り、開催時間帯の同施設外への外出は禁止されている。地方競馬の場合は、各主催者により設置の有無は異なる。南関東競馬など、設置されている主催者は、中央競馬と同様、開催前日の指定の時間までに入室する必要が、 ある南関東競馬の場合は、基調日16時までに入室。なお、設置されていない主催者の場合は、レース前の検量2時間前に調整ルームに間に合うように到着すればよいとされている。機種などの競馬関係者、及び輸送される競争馬が交通渋滞などにより間に合わない場合には、可能な限りレース発送時間を遅らせる措置を取る場合もある。 調整ルームのない日本国外では、基本的に、レース前の検量2時間前までにジョッキールームに到着すれば良いことになっている。調整ルームでは携帯電話などでの通話やメールなど、外部との連絡は一切禁じられ、面会も、機種の家族や所属している旧社の調教師や、調教助手などの旧社関係者、及び調整ルームで勤務する職員や医師、生態師、マッサージ師、 清掃業者、食事を支度する業者程度に限られている。これは、公正な競馬開催を確保するためという観点と、機種が競馬の競争に集中できるようにするためである。調整室での外部との接触が発覚した場合は、機種の注意義務を怠ったとみなされ、一定期間の機場停止処分を課される場合がある。2013年から2014年にかけて、 大井競馬所属の岡見本君子騎手は資格のないものを騎士調整ルームに出入りさせ30日間の非常停止処分になっている。また、外出についても前述の理由から厳しい制限が加えられる。上記の岡見本が数回無断外出していたほか、2018年3月16日、第12回船橋競馬第5日目に騎乗予定であった。 同競馬場所属の中野正吾でが調整ルームに入室後に無断退出したことがあり、10日間の起乗停止処分になった事例がある。このような注意義務違反が累積したことで、前述のオカミボン及び中野については、その後の機種免許更新が、地方競馬全国協会ノルによって認められなかった。オカミホンは免許執行後に、 休務員の率で新規機種免許試験として受験し、一度の不合格を経て二度目に合格し、機種免許を再取得した。中野については制裁の累積が続いたことが影響し、次年度の機種免許更新試験不合格が発表された、翌に発生した事案であった。中野は、ノル機種を引退したが、後に、マカオで短期免許制度を利用して、機種復帰している。機種は、非場前に、 適正な負担重量を背負っているかどうかを調べるために全検量が行われる。負担重量が不足している場合には、重りなどで調整する。重りは、機種が着用する勝負服の下に装着する、プロテクターにつけるほか、蔵に入れることもできる。体重オーバーなどで、負担重量を超過している場合には一定の、重量までの場合にはそのまま起乗できる。その場合でも機種に対して制裁があるが、 一定の重量をも超過している場合には、気丈で機別の機種が騎乗することとなる。あと、県領も同様であるが、新士式測り、機械式非自動は、仮の一種が使用されることが多い。予定している機種が病気になったり落馬などで負傷して、騎乗不可能になった場合、別の空いている機種が仮出される。馬の出走取り消し、競争除外はできない、疾病などやむを得ない場合を除く。 競争馬は指定された時間までに、総案書に向かい、全権利を受けて合格した蔵を取り付ける。蔵の取り付けは、不正を防止するため、総案書の係員の前で取り付けなければならない。この際に競争馬のチェックも行われ、馬体重も測定される。中央競馬の場合には発送時刻の70分前、有馬記念など一部競争では90分前までに、向かわなければならない。 日本中央競馬会競馬施行規定第101条。中央競馬では馬体重は全馬測定されるが、地方競馬では馬体重計で暴れて測定できない場合、測定不能で下見所に向かう。これは中央競馬が歩行式の電気式は仮を導入しているのに対して、地方競馬は対象が静止しないと計量することが困難な。 新式は仮等の機械式は仮を使用していることによるものである。馬体重の発表は中央競馬は 2kg 刻み、地方競馬は 1kg 刻みである。これも使用しているかりの明量の違いによるものである。次は草案所から下見所、パドックに向かう。ここで一般のファンに馬の状態を見せる。下見所では、休務員や、調教助手。 稀に調教師により引かれて集会を行う。この際に、総案書で計測された馬体重を掲示する。馬体重の掲示においては、前奏との増減も合わせて掲載される。ただし、初出走の場合や前回には体重を計測する。習慣がない外国の競争に走っていた合わせには、前奏との増減は掲示されない。集会が合図によって止められると機種が整列し、 点呼を受けた上で、各競争場に騎乗に向かう。ただし騎手は、本場場入場までに騎乗すれば良いため下見書で、騎乗せず、本場場の手前で騎乗する場合もある。また、表彰式などで、下見書で騎乗できない場合もある。下見書から本場場に入場する。日本国外ではここでファンファーレを鳴らす。日本でも入場更新テーマ曲が流される。この時点で、 改めて発送委員が競争場をチェックする。本馬場入りの際には、騎手は必ず騎乗していなければならない。また、馬を引いていた人は引き手を離さなければならない。ダグやキャンターで準備運動を行い、待避所で集合時間まで待機する。その後、集合の合図がかけられ、ゲート後方、一部コースではゲート前方に集合しは乗りを行う。ただし、 輪乗りで束に危害を加える馬については輪乗りには参加しない。輪乗りの途中で勝馬投票権の投票は締め切られ集計に入る。この集計が終わらないと発送に入ることができない。出馬投票後、発送以前に疾病などにより競争に出られなくなる状況はあり得る。出走を取りやめる場合には出走取り消し、または競争除外が行われる。日本では、 出走取り消し、競争除外ともに獣医師の診断による疾病などのやむを得ない場合に限られる。この二つの区別は、どの段階までに出走を取りやめたかによって判断、されるが、主催者によって判断基準が異なる。中央競馬の場合には、総案書に来るまでに出走を取りやめる場合は、出走取り消しと呼び、総案書に到着後、 出走を取りやめる場合は競争除外と呼ばれる。スターターが台に立って正気が振られるとゲート入りの体制になる。通常は奇数番号の馬が先にゲートに入り、その後で偶数番号の馬がゲートに入る。ゲート入りの悪い馬の場合、番号に関わらず真っ先にゲートに入れる場合がある。馬によっては目隠しをしたり、後からロープを張って、 強引にゲートに押し込むなどの作業を行っても、ゲートにいるにくい馬があり、発馬時刻が遅れることもある。また本来は、ゲートの悪くない馬でも時々ゲートを嫌がることがあり、なかなかゲートに入らない場合は一度ゲートに入っていた、馬を一度出してゲート入りを嫌がっていた馬を先にゲートに入れる場合もある。または、大外枠のさらに外側の枠に入れることもある。これを外枠発想と呼ぶ。 日本では、長期が振られた時点で、ファンファーレが鳴り響くが、これは日本だけの習慣であり、世界各国で一般的なのは、ゲート式の場合ゲート入りの前に何かがあるわけではなく、粛々とゲートリが行われる。日本の場合は、特にグレードワン競争の場合、ファンファーレに合わせて手拍子の大歓声が起きる。この大歓声に驚いて興奮してしまう競争場もいる。 ゲート入りの段階までで騎士を振り落として、空馬になって走ってしまったり、ゲート内で暴れたりした場合にはゲートに入っていたとしても競争馬を出して、馬体検査を行う場合がある。外傷や疲労が見られた場合には、競争から除外される。この時点での除外馬について、この馬を対象とした勝ち馬投票権は、確定後払い戻し、買い戻ししの対象となる。 ゲートが申請に開いた時点で競争場はすべて出走場とみなされ、それ以後出走を取り消したりすることはできない。したがってゲートが申請に開いたにもかかわらず、ゲートから出なかった場合やゲートが開いた直後に落馬した場合はすべて競争中芝とみなされる。これらの競争中芝を対象とした勝馬投票権はすべて外れとなる。 ただしゲートが不正に開いた場合、例えばある枠のゲートだけ開かなかったり逆に早く、開いてしまったりした場合には発想のやり直しとなる、これを、乾杯という。この時、ゲートの前方で旗が振られ、神聖な発想でなかったことを機種に伝える。相手より早く決勝戦に到達するべく、競り合いが繰り広げられる。 競り合いにおける戦闘を走る馬の一定距離ごとの走破タイムをラップといい200メートルごとに計測されることが多い。また、終盤の600メートル及び800メートルの走破タイムを上がりという、決勝戦に初めに到達した競争馬の走破タイムを勝ち時計、または勝ちタイムという。決勝戦に最初に到達したものがその競争の勝者である。 決勝戦の到達は万栄競争を除いては、馬の鼻先が通過した時点をもって判定される。万栄競争では、馬が引っ張るソリの最後部が決勝戦を通過した時点で判定される。ただし、正規に到達していない場合には二番目に到達したものが勝者となる。決勝戦の通過の判定が難しい場合、決勝戦に沿って設けられているゴール板で撮影される。 スリット写真を使って順位を決定する場合がある。これを写真判定と呼ぶ。稀には写真判定が長引いて到着となることもある。戦闘から指定された時間以内に決勝戦に到達できなかった場合、競争中止、疾病などの場合は除く。いわゆるタイムオーバー、能力が足りないとみなされ、一定期間の出走停止処分が下される。なお、 相手より先に決勝戦に到達することを先着という。競争が終了すると指定された負担重量で起乗していたか、また全権量と劇的に重量が変化していないか、悪天効果の場合は考慮されるを確かめるためあと権量が行われる。競争中に走路妨害などの不正があったか、なかったかの審議が行われることがある。この結果、 不正があった場合には失格、公着、硬い金などの制裁が取られる。賃金が終了すると競争の成績が確定され、勝ち馬投票権の配当額、払い戻し金が発表される。その後、三着までの馬は、採用を行いドーピングの理科学検査を受けることになる。この時点以後に、理科学検査などで成績が変更されても、 勝ち馬投票権の配当は変更されない関係者に対する処分あるいは競馬法違反などを理由とした警察署などへの刑事告発などはある優勝した馬は騎手や長教師など関係者と共にコース上で記念撮影を行う一部の競争中央競馬では特別競争では優勝馬に対して表彰式がミナーズサークルなどで行われる重賞競争では 馬服や霊などが競争場にはかけられる。G1 競争が行われる場合、特に八大競争には、著名人が来賓として招かれ、優勝した騎手、調教師、旧社関係者に対して、聖勝の表彰状、優勝杯を贈呈することがある。競争を終えた競争場は馬房に引き上げた後滞在しない場合は、当日、あるいは翌日に、 トレセンへ輸送され再び自分の旧車へと帰っていく。ちなみに引退した馬はトレセンへ輸送されずに牧場へ戻っていく場合がある。その他競争に対しては以下のように定められている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。